もちもち。56で。いますね。56で。はい。配信聞いた方がいいですよね。いや別にこっちにはなんか何も音返ってきてないんでいいですよ。あ、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、はい、どうしました。うん。もう58の時に入った会社の方から、はい、あ、58の時に入った会社っていうのは、今おいくつですか。じゃあこの15日で62になります。あ、62歳。じゃあ僕の予想を6歳上回ってきたってことですね。はい、それで62歳の、クソババアがどうしましたか。はい。はい。どうしました。はい。一年更新のパートとして、入ったんですが。はいはい。最後の更新が今生きてる更新が、はい。昨年の誕生日から、はい。今年の1月14日の誕生日までの1年間の契約になります。あ、もうちょっとで誕生日なんですね。はい。あ、おめばば。じゃあ63になるってことですかね。あ、2です。あ、60、あ、今度62になるんですね。はいはいはい。ほいで。はい。で、そこ、に、普通だったら、はい、1年の、契約書を、もらって同意するかしませんかっていう感じなんですが、契約期間が、まず、6年の3月20日まで、になってました。はい、なので、1年間ではないんですよ。はい、あ、じゃあ、まだしばらく働けるんですね。はい。で、その後ろに、この契約を最後として、更新契約をしないと、という記載がありました。ああ、会社の側からですね。はいはいはい。はい。で、ババア、あと1年だぞ、っていうことですね。はい、1年ないですね。ああ、そうかそうか、あ、そうかそうか。あ、今年6年か。あ、今年6年ですね。はい、すいません。あ、俺、ばあさんよりも、ばあさんよりも、日付が管理できてねえわ。すいません。ばあさんすいません。うん、なので、会社が提示してるのは、はい、1月の15から3月20日の給料締めまでなんで、はいはいはい。2ヶ月間。っていう、猶予があると。契約書を提示してきてるんですが、はい。まあ、仕事の内容的には、はい、実際今、去年の8月から傷病手当をいただいて、はい、休んでる状態なので、はい、仕事に戻れそうにもないので、はい、まあ、切られるのは仕方がないかなというところがあったんですが、はい、傷病手当の方が、はい、は、令和7年の2月の16ぐらいまで、1年半ですから、最大だとそこまでいただけるんですが、今年の、誕生日過ぎ、誕生日から、はい、特別支給の年金、うんうんうん、62歳からもらえる分が始まるんですけど、はいはい、在籍、会社に籍、給食であろうとも籍があれば、はい、
あの、傷病手当も、はい、特別支給の年金も満額いただける。はい。そうなんですが、これは社労士さんの方にお聞きしたんです、うん、話なんですが、はい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 、会社の方が、その3月20日以降の更新を絶対に拒んでしまって、はい、で、あの、離職したとすると、はい、傷病手当で今約10万、うん、万をいただいてて、はい、そう、あの、誕生日以降に、まあ、特別支給の62から乗って、ほんの月2万ぐらいのことなんですけれども、うん、年金の方を優先されて、はい、傷病手当の満額の方から、はい、年金分を引かれると。うん、そういうことですね。はい、うん、総トータルは一緒、うん、はいはいはい、そういうもんです、そういうもんです、はい、っていう状態になってしまいますよと。ああ、そうですね。なので、今あの現在あの傷病手当で休んでる間も、はい、社会保険料などの不足、マイナスで上がってきてる分についてもう、はい、もう、うちは、20日締めなんですけど、はい、ごめんなさい。まず、何がしたいですか？何がしたいですか？すげえ投げです。まず、うん、私の希望としては、うん、せめて、はい、今年、はい、15日から、はい、の1年の契約書にしてほしい、うん、あ、それは無理じゃないですか。てかだから無理じゃないですかっていうか、無理かどうかはもう会社との相談ですよ。会社とはそれ相談したんですか？そういうふうな相談したんですか？はあ、あ、相談っていうか、うん、あの理由書を、うん、あの発行してもらう権利があるって、うんはい、教えていただいたので、うん、今、ね、はい、あのそういうのって出してもらうか、はい、もしくはあの説明会というかお話を聞くことはできますか、はい、うん、っていう問い合わせをしてます、はい、でそれの返答がまだ返ってきてないってことですよね。はい、そうです。でまあまあでも返答次第では無理っすよ。だって実際傷病で休んでる期間もあるわけじゃないですか。で、はい、復帰する見込みがあるんですか、職場に。うん、仕事内容的には、はい、まあちょっと外仕事のとこがあって、はい、そこがあの夏に熱中症で2回3回と倒れてる過去があって。過去というか実際、はい、あの8月に倒れたんですけど、はい、あのそういうことがあったので部署移動をお願いしてる状態です、はい、でだでその部署移動を受け入れられないから3月で、雇い止めってことですよね。はい、ってことですよ。そうですね、うん、だとしたらもう話ができてるじゃないですか。だとしたらただあなたがごねてるだけですね。うん、あと、うん、もう、その仕事にはん、はい、もう戻りたくないっていう半分の理由としては、だごめんなさい、戻りたくない半分の理由がある時点で、雇い止めされて当然じゃないですかっていう、うん、はい、ですよね。だからそういう判断で、会社の判断は割と間違ってないと思うんですけど。その、去年でしたかね、はい、会社でそのハラスメン
ットについてちゃんと講習会をしなさいとか、うん、コンプライアンス委員を設けなさいとかっていうなんか方針が厚生労働省の方から発表されたの、うん、でもそのハラスメントがあってそれで傷病まで認められたんですよね。傷病で今認めてもらってるのは、はい、熱中症で倒れた原因が、自律神経失調症の方で、うん、まあ食べれない、食べれたら吐く、動くと3日間寝込むっていう、うん、そういうような状態を繰り返してるので、はい、うん、まだしばらく働けないでしょ。要はさっき、ごめんなさい、ちょっともう、窓口で、さっき途中で僕が切っちゃった、働きたくない、戻りたくない理由っていうのは、ハラスメントがあったからってことですよね。そのハラスメントっていうのは倒れる前からだったんですか ?8 月より前から。前からです。で、はい、それで、そのハラスメントで何か、診断書は取ってるんですか？診断書は、取ってませんけれども、はい、その時の、直属の上司であった常務さんの方に、はい、例えば、計算に、うん、何時何分頃にこう言われました、はい、うん、他の日は王さんにこういうことをされましたっていうようなことを全部一応メモ帳の方に書き起こしてページ3枚ぐらいに、うんうん、なって書き起こしたのを渡したんですね。その時にお世話になった弁護士さんの方にはお渡しした。あ、弁護士がもう入ってんすか？うん、ただおじいちゃんで労務関係、とかにはちょっと強くない弁護士さんなもんですからで、はい、それで、うん、ちょっと本当に入ってもらうとなったら、労務に強い方をお願いしないといけないなと思ってますし。ごめんなさい。時系列がよくわかんないですけど、その弁護士に相談して、で、それどうなったんですか？ハラスメントが始まった時から、弁護士さんとかに、報告をあげてますよっていうのは、絶えず、その都度会社には言ってあったんですけれども。いや、それだからじゃないですか？そんな人雇っとくわけないじゃないですか？いちいち全部弁護士に報告してますよっていう、なんか、脅しみたいなことしてくる人、切りたいでしょ、早く。それで実際に裁判するんだったらいいですけど、裁判せずに報告してますよっていう脅しだけしてくる社員いたら、なるべく早めに切りたいでしょ。で、それで裁判するんだったら、それでちゃんとハラスメントがあったのかないのかっていうことの判断ができるけど、それを裁判をいつまで経ってもやらずに、こうやって弁護士に報告してますって、なんか脅しみたいになんかやってくる人、早く切りたいでしょ。当然じゃないですか、普通。だから、あなたの立ち回りがクソだったんですよ、多分。俺でも絶対更新しません。あなたのこと。僕も経営やってましたけど。ない。じゃないですか、でも。わかります。うん。ただ、私としては今求めてるのは、はい。
あの、ただ、あの、何の説明文も、もうつけずに、電話の一本もなく、うん、次の契約書です。で、送りつけてきて、14日までに返信くださいって、くださいって言ってることについて、説明の一つもないのっていうところ。契約は1年更新で、で、その契約期間を短くするときに、単純に、説明を必ずつけなきゃいけないっていうのはないと思うんで。もう、更新で言うと5回目。はあ、1年の契約で言うと、まるまる、4年。はい。それが何すか？なんで、はい、その、理由を聞くっていうか、が、そういう権利があるよって社労士さんはおっしゃるんですけれども。だからそれを請求すれば、それを出せるってことですよ。別に最初から出す必要なくて、それの要求があれば出しゃいいっていうだけの話なんで。はいはい。うん。で、請求したんですか、それを。今、質問と同時にしてます。うん、そうですよね。で、それの返答待ちってことですよね。返答待ちです。うん。じゃあ、それ返答待ちはいいじゃないですか。あと、その、会社の方の、社労士さんを一度呼んで、ハラスメントとかに厳しくなったから、こういうことはダメだよとか、窓口はここだよっていう説明会が一度あったら。ちょ、ごめんなさい。これもヘイトが無理っす。多分、ちょっとヘイト管理のために切ります、これは。さすがにちょっと俺の配信聞いてる人たちのヘイトがもう、ちょっと、てか、フラストレーションがもう多分限界だと思ったんで。うん。もうちょっとこれ無理っす。はい。もう答えは出したんでね、僕の方では。僕の方では今答え出したんで、それは会社の方としては当然の結論ですっていうことで出したんで。で、うちの枠は基本的に土地者叩き禁止なんで、これ以上長く続けると多分もう、お前たちのフラストレーションが限界になっちゃうし、俺も限界になるし、ちょ、無理だわ、これ。自分がやってることちゃんと考えた方がいいっすよ、本当に。うん。8月からずっと休んどってさ、それで、ね、つどつどさ、弁護士には相談してますっていうさ、プレッシャーかけられてさ、それで、なんで更新できるはずがあるの？意味わからんや。うん。本当に。うん、っていうことなんで、はい。自分だけが被害者だと思わない方がいいっすよ。マジで。ということです。はい。以上でございます。